無垢の実の思い出、三弓南吉。それは秋のこと、ちょうど尋常5年の今頃だった。いつものように瀬戸川の包みの上に青々と茂って高く突き立っている無垢の木に登って、茂と雅彦と勝地と、それから僕との4人は楽しく遊んでいた。瀬戸川は 長い照りでからだった川上の方から転がってきた小さな丸いれがいっぱい敷き詰めている上を赤とんぼが可愛い影を落としながらスイスイと飛んでいた皆は何事も忘れてただムクの実を取ることに夢中だった小さな青いムクの実をたくさん取ってもみ殻の中に入れておくとちょうど霜が降りて寒くなる頃には黒く柔らかくなる 竹馬に乗って日当たりのいいお寺の白壁にもたれながらそれを頬張るのはとてもうまい。それで誰よりも自分がたくさん取ろうとなるべく高くなるべく人の行ったこともない枝へ登っていく。小さくて身軽なカズジは今まで誰一人行ったもののないらしい場所に枝もたわむほどになっている青い無垢の木を見つめながら赤い頬に笑みを浮かべて叫んだ。 今に見てろ俺が誰よりもたくさん取ってくるからそれからみんなは自分のことをも打ち忘れ、勝地がおびただしい無垢の実をむさぼり取っている嬉しそうな姿を羨ましく見つめていた。勝地はやがてふっくらと膨らんだ懐を押さえながら、また枝を伝えかけた。その時の彼の顔は本当に得意そうだった。が、その時、 皆は等しく驚きの目を見張った。とその瞬間、彼の体はりのように下へ落ちてゆくのだった。みんなが驚いてやっと木から降りた時には、カツの体は冷たい石の上にうつむいて横たわっていた。彼の懐からは青い無垢の実が紙片へ散りこぼれ出していた。カツは足を折ってみんなに運ばれ、 ついに遠くの病院へ担がれていったそしていまだに村へは帰ってこないのだ。みんなが先生に何度も聞いたこともあった。けれどもやっぱり先生も何にも知らないらしい。今は瀬戸川の管からの時だ。活字の懐からこぼれ出たような青い無垢の実が今もあの石の紙幣には散りこぼれているだろうが活字は一体どうしているだろう